皆さんこんにちは、ぼうち編集部のけんぼっちです。そして美容家男子のトミーです。この動画で私とトミーさんがカフェでゆるりと話しているようなテンションで美容にまつわるお話をします、はい、足を崩してまったりとご覧ください。最後まで楽しんでくださいね。今回はですね、暑いじゃん。暑いじゃん。なんでこんな暑いんだろうね。本当に汗が止まらない。崩れないベースメイクについて話そうと思います。最重要。多分さ、私たちさ、崩れる対策の方向性が全然違うじゃん。そうなんだよ。汗をかくことによって結構乾燥もするのよ。あら、めんどくさい。そうなんです。めんどくさい男なんです。めんどくさい。でさ、やっぱ室内とかも入るとさ、うん、空調が効いてて乾燥するじゃん。夏だからこそ乾燥崩れを防ぐアイテムをちょっとピックアップしてきました。トミーさんの肌質はやっぱ乾燥肌なの？乾燥肌です、うん、じゃあそんなトミーさん、なんか今日素敵じゃない、はい、ちょっとシックな感じになってるね。なんかたまたまなんだけど、ね、なんかね、飾っててもすごいこのままインテリアになりそうな、うん、結構かっこいいものがずらっと並んでるんだけど、その中でもまず一つ目、はい、こちらのアディクションの大バズりしたプライマーでございます。これはどちらかっていうと、あの毛穴の凹凸とかのカバーができるっていうのでバズったんだけど、この質感に結構惚れたんだよね。毛穴埋めるの好きじゃん。好きね。なんかムーのさ、うんうん、スキンスムーザーとかの好きなんだけど、ね、うん、ムーがあのバームがちょっと固めで、うん、もちろん体温で溶けてのせることはできるんだけど、うんうん、そもそもがちょっと固めだなとは思ってたんだけど、これは体温でこうじんわり溶けて、うんうん、のせるとふんわりするの。見たら結構わかると思うんだけど、結構ふんわり系じゃない？柔らかそう。うん、これを伸ばすとサラッサラになるのがね、確かに私もさっきつけたんだけど、サラサラなんだけどさ、しっとり感も感じる。サラサラね、これ。そうだね。だから本当に乾燥しづらいっていうのも、うんうんうん、やっぱスキンケア成分もしっかりと配合されているっていうところで、乾燥対策もできるし、うんうん、乾燥崩れも防げる。これは汗とか水にも結構強いタイプのものだから、毛穴を埋めようと思って T ゾーンだったり小鼻だったり頬の気になるところだけっていうのももちろんいいんだけど、うんうん、乾燥する感じがないからこそ、おでこだったりとか鼻の下だったりとかっていうところに使うと、汗もそんなに目立たない。汗かきやすい、うん、汗たまりやすいエリアに使ってあげると崩れにくくて、あんまり汗も気にならなくなるから、うんうん、おすすめとしては、あの汗が気になるところにも使ってあげるといいと思います。では2つ目、ほい、こちらのジバンシーのコンシーラーでございます。コンシーラーってなかなか使うの難しくて、なんか隠したいところを隠そうとするとなんか厚ぼったくなっちゃうから、伸ばそうとすると隠れないみたいな、下手くそなんだよね、シンプルに使うのが。だから、まあ、カバー力のある程度あるものだったりとかっていうファンデーションを使ってたんだけど、うんうん、これはすごいみずみずしいの、テクスチャーが薄膜よね。そうなのにもかかわらず、しっかりとカバーもしてくる。わかる。これ1本あれば本当にベースメイク音足りちゃうんじゃないかなってぐらい本当にマルチに使える、うんうんうん、中ではねちょっとよれやすいっていう人もいるらしいんだけど、塗って例えばまあ伸ばしてあげたりとかした後にちょっと時間置いてあげるとぴったりと密着してくれる感じがあるから、全然そのよれとかも気にならずにちょっとだけ時間置いてあげるといいと思います。あ、なんか触りすぎちゃうと崩れる原因よね、うん、そうなんだよね。あるよね、なんかこねくり回したくなる時あるじゃん。そうそう、まあ、1、2分しっかりと置いてあげた後にファンデーション塗ってあげたら、うん、そんなに取れることもなく密着感もありつつカバーもしっかりしてくれて使いやすかったなと思います。うんうんうん、スキンケア成分もこれもねしっかりと入ってるから、うん、まあ、僕みたいに乾燥が気になるとか、夏でも結構皮むけとかしてた。すごい乾燥肌だね。そうなの、夏で皮むけかわいそう。でも本当に高校の3年間太陽がお友達だったから、テニス部なんで、そうなんです、テニス部なんで公式のテニス部なのでそのさ、高校生トミーはさ、うん、日を浴びた後なんかしてたの？お風呂入ってたお風呂。その後寝たかな。あらー本当にたまに塗ったとしても、うん、オールインワンを週に1回気が向いた時に塗るみたいなぐらいかな。本当に日焼け止めも塗ってなければ、アフターケアも一切してなかったの。かわれそうごめんね、かわれそうごめんねっていうのがもう後遺症がすごくって、うん、ファンデーション塗ってもすぐ皮むけ起こしたりとかしてたぐらい。もうそのおかげで今も乾燥肌に悩んでる。だから今もし見てる高校生とかいたら、スキンケア絶対手抜いちゃダメ。まあ、乾燥が気になる人はやっぱスキンケア成分がしっかり入ってるものを選んだら、うん、乾燥崩れはなかなかしづらくなるよというものでございます。うん、はい、3つ目、ベアミネラルの最近リニューアルで出たマットタイプのファンデーションでございます。これね、皮脂吸着成分が入ってるから、うんうん、皮脂崩れする人もいいし、独自の処方が組まれてるから最初にスキンケア成分が浸透した後にファンデーションの色味が乗って、その後にスクワランのオイルでラップしてくれるみたいな3層構造みたいになってるから、皮脂崩れもしにくいし乾燥崩れも
起きづらい。で、上からのこすりにもラップ効果があるから崩れにくいっていうのが特徴です。私も使ってよかったな。うん、うん、仕上がりは確かにマットなんだけど、潤ってる感じがすごい良くて、もう潤いをはらんだマット感がすごい良かった。今の気分にぴったり。確かに。うん、では次、はい、こちらのハンドビーのこちらもマットタイプのクッションファンデーションです。うんうん、マットって厚塗りっぽく見えるみたいなイメージがあったんだけど、これねすっごい鈴木なの。へー、ツヤンタイプのクッションもあるじゃん。あれも私大好きだったから。 あれも絶対好きだわ。すごい良かったんだけど、ちょっと気分を変えたりとか、うんうんうん、ソフトマットな質感に仕上げたいとか、うんうん、まあ、夏ってなんかツヤっぽくっていうよりはさ、やっぱ汗とかもかくし、うんうん、汗なのか皮脂なのかテカリなのかみたいなところが出ちゃうから、うん、なかなかツヤ肌って難しいなとは思ってたんだけど、ちょっとねここでねソフトマットに目覚めちゃったトミー君は、はいはいはい、マットトミーになってきたんですね。そう、こちらのアンドビーム使ってみたんだけど、うんうん、やっぱりクッションってお直しがしやすいから楽、うん、崩れた時に上から重ねてももともと薄付きだから厚ぼったくならない、うんうん、っていうのと、マットなんだけど、うん、結構みずみずしいんだよね肌に塗ってみると。肌が乾燥する感じもないし、うんうん、今日は紫外線も浴びるし室内にいることがあって空調がすごいあるなっていう時は、うんうんうん、このスキンケアセブしっかり入ってる方を使うようにしてるかな。そしてそして上からナーズのルースパウダーでございます。多分純レギュラーこれも結構紹介してるかも。純レギュラーです、うん、でもね、これ本当にいいの。粉が細かくってさってくるもんね。そう。海さんはこの下地とコンシーラーと、まあ、ファンデーションどっちか使って上からは全顔に使うの。全顔に使っちゃ うっていうのも粒子がすごい細かいから、うんうん、粉っぽくならない、うんうん、で密着してくれるから全顔に塗っても乾燥する感じもなければ粉感もないから、うんうん、すごく重宝してます。あと前に言ってたさ、うん、細めのブラシでさ、はいはいはい、クリクリ使いっていうのもこれでやってんのよ、はいはい、いいでしょ。あれめちゃくちゃいい。まだマスクしたりする時とかもあるから、うんうんうん、そのマスクにかぶるところとか、あとまあ毛穴がしっかり開いちゃってるところ、うんうん、そういうなんか毛穴落ちしそうだなとかっていうところにプラスでその細かいブラシで取って、うんうん、ちょっとくるくるトントン、くるくるトントンって乗せてあげるとさらに崩れないでしょ。私もやってるし今日その話だと思ってたごめんね先に言っちゃってでもね、ももちから学んでることすっごいあるから、うん、もう本当にこの撮影が毎回楽しみなの。よかったです。嬉しいです。ありがとうございます。はい、僕の崩れないベースメイクはこんな感じでございます。はい、では次ももちお願いします。またやられたよな。いや、やられた、いや、やられた、どういうこと、どういうこと。いやてか本当に私は何度も言うけど崩れないの肌が、うん、一切にお直し用とか持ち歩かないの。なぜなら崩れないからそれはなぜかっていうと、うん、鉄壁のスキンケアをしてるからなんですよ。なるほどね。なので私の崩れない肌作りを語る上ではスキンケア欠かせないので持ってきてるんです。お願いしますはい、じゃあまずはね、もう私のね朝の肌作りを語るのに欠かせないコットンパックに最近ハマってるのがね、雪肌精みやびのローションでございます。あ、またいいものを。なんかね、私すんごい雪肌精みやび肌に合うのよ。ああ、るじゃん、なんかさ、いろんなもの使ってる中でこれめっちゃ肌にぴったり合うっていうのが、うん、私は雪肌精みやびだったんですよ。雪肌精といえばね、ハトムギのパワーがたっぷり入ってるんですけども、うん、このねみやびはね雪肌精シリーズの中でもね一番最高峰のラインではあるので、うんうん、ちょっと素敵な技術も入ってるわけなんですよ。その素敵な技術というのがですね、栄養の通り道をサポートすることでよりねしっかりとした美容成分を届けることができて透明感にあふれた肌にしてくれるっていうものなんですけども、うん、結構潤いもたっぷり入るしシャバッとしたテクスチャーなのでコットンパックにめちゃめちゃぴったりなのと、透明感を足込めることがあるので、やっぱさ夏ってさどんなに紫外線対策をしてても1年のうちのメラニン量って自然と変わっていくんですよ、うん、私調べ一番その肌が明るいの11月くらいで、うん、7月くらいになってくると別に私の肌は明るいんだけど比べてしまうと若干落ちるのよ、うん、こんだけ紫外線を避けましょうっていう話をしてるもののメラニンってやっぱり天然の防御作用であるからさ、そうだね、そのメラニンが作られないと紫外線のダメージを一気に浴びて中までズドンって入ってきちゃうわけだから、もうそれこそエイジングを通り越して皮膚がんとかの原因になってしまうわけなんですよ、うんうんうん、なのでそういう有害な紫外線から肌を守るためにメラニンを作ってるわけなんですよ。なのでシミとかじゃないんだけどなんか明るさのトーンで言うとやっぱり7月8月はちょっと気になるなっていうことで、潤いと透明感を仕込める雪肌精みやびを最近はよく使ってます。なるほど、はい、
そしてこの間にはですね、美容液を使ってます。でブライトニングの美容液と保湿の美容液、あとビタミン C を私はちょっといくつか体調とか気分に合わせて使うことが多いんですけども、夏もねやっぱりクリーム避けてる方多いんじゃないのかなって思うんですけども、ダメです、使いましょうSK-2 のスキンパワーアドバンスエアリークリームです。かっこいい。スキンパワーのシリーズがねこの夏リニューアルしたんです。そうなんです。SK-2 といえばねもうピテラ、おなじみのピテラかと思うんですけども、このねスキンパワーのシリーズはですね、美しさを阻害する火種、まあ、要は炎症であるものとかをねケアしつつ美しさをどんどん育んでいきましょうねという成分がたっぷり入ってるんですけども、このねエアリーの何がいいって、夏のクリーム嫌いさんにぴったりの軽やかなテクスチャーなんですよ。ちょっと見てみたいかも。見ましょうか。じゃじゃん、こんな感じで一見するとジェルっぽいんだけど、うん、ジェルっぽすぎないのよ。そうだね、そうなの。クリーム感とジェルっぽさのね絶妙、間が絶妙なのよね。ほんとだ。ですごく肌を潤いでぴったりと守ってくれる。だけど後肌全然ベタつかないから、夏クリームこんなに暑いのにクリームなんて塗りたくないって方はちょっとこういう軽やかな質感のものを使ってみるのもいいかもしれない。確かにクリームだとやっぱ重たすぎるし、そうジェルだと軽すぎる。そうそうそう、その間を取って多分みんな乳液かなって思ってるんだと思うんだけど、これやっぱ、ね、ちょうどいいね。そうクリームなのよ、やっぱ潤いを守る力ってやっぱさ、乾燥電車とかその冷房とか室内と外の寒暖差で乾燥するっていう方たくさん、トミさん以外にもたくさんいらっしゃると思うんだけど、うん、絶対クリーム使って。はい、そして化粧水、美容液、クリームときましたら目元もしっかりと保湿をしてほしいんです。私は、はい、やっぱね目元もね夏乾燥するんじゃない、汗とかかえちゃうと。そう大変かも。汗のさ拭いちゃうことによっての摩擦でダメージであったりとか、汗の成分で肌がねダメージ受けたりするので、なんでクリームを塗って先回りケアをしておきたいところなんですよ。そんな時に私が最近使ってるのがジバンシーのスキン PFCTI でございます。アプリケーターがねついてまして、うん、気持ちいいんですよ。これはとにかく冷たくてちょっとマッサージ効果もありそうね。そうなんです。でこのねクリームの感じもすごくみずみずしくてベタつかないので、朝のメイクを邪魔しない。やっぱ全顔のクリームは軽やかなものを今おすすめしたところなんですけども、うんうん、私結構こっくり好きなので、うんうん、結構ベタベタにするのが好きなんですけど、目周りだけはやっぱどんなにティッシュオフをしてもメイクよれる原因になるのよ。そうなんだよね、崩れる原因になっちゃうから、このくらいみずみずしいものを塗るのがいい。でも絶対に保湿はした方がいいんですよ。そうだね、これはね潤いを与えて生き生きと輝く目元に整えてくれるので、ひんやりするアプリケーターでマッサージしながらちょっとねむくみのケアもできたりとかできるの で、 いい、ね、でねアイクリームは、ま、目の下とかだけじゃなくてこの目尻にしっかりとか、あと目のまぶたとかだってさ、まぶたがさ乾燥するとアイシャドウ多分乗らないよ。うん確かに。そうでいろいろ今ご紹介した中で、トミさんさっき乾燥肌だって言ってたと思うんですけど、うん、私そんなに乾燥感じることなくて、うん、割と普通肌、乾燥肌よりの普通肌なので、そんな方はちょっと参考にしていただけたらなと思いつつ、じゃあやっとベースメイクに入ります。基本的に私の下地の考え方は何度もお話ししてるけど、全顔に潤い系の下地をまず仕込んで、色味を整える下地を上から重ねて8割くらいをベースメイク下地で完成させるっていうものなんですけども、夏はねそこに皮脂テカリを防止してくれる系の下地を入れるってことで、最近がナーズの下地を使っております。前にパウダー紹介したと思うんだけど、そのファミリーでソフトマットの肌に整えてくれるもので、うんうん、毛穴もね皮脂テカリも防いでくれるっていうものなんですけども、これをまず米粒くらい、本当にちょっとでいい、ちょっとでいいんだ。を私は下地とかを全てパフで塗るんだけど、これは指でしっかり塗り込む。ほうコマーナとここら辺とか鼻の下とかね、うんうん、鼻の側面とかさ、ね、あと眉間とかに指でしっかり毛穴に入れ込むイメージで塗ります。その後に下地を塗ります。あで言い忘れたけど、日焼け止めはもう絶対塗ってるので、何があっても日焼け止め塗ってますので、はい、無人島に持ってくコスメ50のうち1つは絶対に日焼け止め50個持ってくんだよね。箱ごと持ってくわ出汗で持ってくわ私、間違いない。なので日焼け止めを塗った後にこのナーズの下地をまず小鼻と眉間に軽く仕込みます、はい、でその後に使うのがこちらね、プリマビスタのスキンプロテクトベース皮脂崩れ防止 UV です。プリマビスタも大好きなの私、うん、皮脂崩れも防いでくれる、全然乾かない、そして紫外線カット効果も完璧、大好き。そして色もねたくさんあるので、ベージュとかメロンとかフレンチブルー、そしてこちらがラベンダーなので、日のね肌のコンディションであったりとか、なりたい肌に合わせて私は使い分けています。なのでちょっと前眼にベージュを仕込んで、ポイントでブルーとかラベンダーを仕込む日もあります。
とか赤みがすごい時はメロン使ったりとかいろいろあります。で、ね、今ね限定でね香り付きのタイプが出ててレモンとメロンの香りがついてるもの。夏にもいいね。そうだね。そんなね香り残りすぎる香りではないので、うん、ほんのり香りですね。そうそう、ほんのり香りで、レモンもねイエローで結構健康的な肌トーンに見せてくれる。今日ちょっとイエロー使ったんだけど、あ健康的じゃない私の肌、うん、すごい夏にぴったり。そうなんです。それでパウダーに行こうと思います。パウダー2つ使い分けてます、はい、まずはですね RMK のシルクフィットセッティングパウダーです。これはねしっとりサラサラパウダー。しっとりサラサラ、そうなんです。まずいい、ね、このしっとりサラサラパウダーを小さなブラシ、さっきもトミさん言ってたアイシャドウブラシに取ります。そしたらくるくるって取ってもう小鼻に直接埋め込みます。その大事さをねやったら分かった。そうなの。やっぱさこういう細かいところってさ大きなブラシじゃ全てをカバーすることできない、ちゃんとつかないから、うん、細かいところ丁寧に入れ込むことが大事。特に崩したくない、崩れたくない、崩れやすいところは丁寧にやってあげるといいよね。でさらに眉毛にも直接入れます。やっぱ、ね、眉毛滑ってると描けないので入れます。冷えるとか言う人いるじゃん汗とかで、うんうんうん、絶対パウダーやって一回パウダーやってでさらにもう一個ポイントが目の下。目の下、目尻からシュッて下に入れる。なるほどね。そうやっぱ夕方パンダ目になっちゃったりとかさ、崩れちゃったりすることあるじゃん。ちょっと涙にじんじゃったりとか、あの目がうるうるしてる人ね羨ましい。私カピカピだからねなんかさ今年はさフルメイクをするっていうことを目標にしてたんですよ、うんうん、であのマスカラもするようにしたら、うん、夕方パンダになってんの。なるほど、一個勉強になった。私は RMK 使ってるけどナーズのリフコ使う時もあるし、うんうんうん、これ一個すごい私大発見ってわけじゃないんだけどナーズのリフコのさプレストってさちょっと底見えしだすとさ取りにくいのよ、うんうんうん、でもこれさ細かいブラシがさちょっとさ網目状になってるのよ底見えすると。なってる。そこをさブラシをさグリグリってやつだ最後まで絶対使えるの。角っこに溜まったやつとかこれであの四角いのでさパフでさこれそうそうそう無理にでも使おうとしてる。違うアイシャドウブラシがちょうどいいから。確かに。あそれで余すことなく使えるわ。素晴らしい。そしておでことか顔周りにあと口の周りに仕込むのもパウダーが別にあります。これがですねローラメルシエのパウダーになります。 RMK がしっとりサラサラならローラはしっとりつややか、うん、こんな感じのプレストになってるんですけども、これねブラシで取った時良さが全く分からなかったの。あ結構しっかりプレストされてるタイプで硬いのでブラシへの粉含みはそこまで良くないんですけども、編集部の方にね、あれどうやって使ってるって言ったらスポンジだぞと言われたんですよ。へー、それはちょっと考えたことなかった。グリグリいっちゃいます。取ります。めっちゃ取るやん。でポン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 塗るとめちゃめちゃいいんですよ。もともと色的には肌なじみのいい色だもんね。そう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 、めちゃめちゃ調子がいいんですよ。で、まあ、パールは入ってるっちゃ入ってるけど、なんかポイントに光るようなパールじゃなくて面で光るというか、なんかふわっとしたツヤ感だからおでことか顔周りに仕込んでも顔が膨張しにくいというか、うんうんうん、私もマスク外せるようになったのでここには一切パール仕込まないんですよ。基本的にツヤ肌が好きなので、お顔周りとかおでことかって髪があるからこうやってついちゃうわけなんですよ。なのでここはサラサラにしておきたいな、でもなんかしっとり感とかツヤ感も欲しいなっていうのでこのローラを使ってます。なるほど。でここまで紹介しておいてなんなんだけど、ファンデないじゃん私。正直何を使ってもいいというか、それだけベースがしっかりしてたらってことか。このステップとパウダーの使い方さえちゃんとすれば別にファンデ超ツヤツヤでも全然崩れないのよ。なのでその今日はねおすすめのコスメを紹介するって企画なので、うん、パウダーをご紹介したんですけど、別にこれじゃなくてお手持ちのものでいいと思うんですよ、うんうんうん、なのでそのアイシャドウブラシで小鼻であったりとか目の下眉毛に仕込んでみるっていうのとか、お手持ちのものでいいのでコットンパックをして全顔にしっかりクリームを塗る、で目元を保湿するっていうのをやってみることで、うん、メイクの崩れ方って変わると思うんですよ。無理にあのコスメを私たちが紹介したものを買ってくださいって言ってるんじゃなくて、うん、こういうのもあるんだけど使い方をね今日はメインに私はご紹介したので、うん、そのお手持ちのものを生かすっていうのも化粧品の楽しみ方の一つだなって思うので、テクニック盗みつつ気に入ったものはちょっと一回試してみてほしいなと思います。そうだね。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録と素敵なコメントもお願いします。